させて。はい、それでは皆さんおはようございます。昨日に続きまして2日目の事業仕分けを開始させていただきます。まず初めの事業は紙おむつ支給事業でございます。高齢介護課さんの方から5分程度ご説明の方をよろしくお願いいたします。はい、おはようございます。よろしくお願いします。高齢介護課でございます。それでは事業仕分け調書167ページをお開き願います。事業名は紙おむつ支給事業です。事業仕分け調書に基づきまして概略の方を説明いたします。まず事業目的でございます。在宅寝たきり老人等の生活清潔な状態の確保と介護にあたる家族の精神的経済的負担の軽減を図ることとなっています。対象者は身体要件といたしまして、要介護認定における要支援2から要介護5で常時おむつを必要としている方、かつ所得要件といたしまして、第1号介護保険料段階区分の第1から第8段階に該当する方でございます。支給内容は、介護保険料の段階、第1から第3段階の方、非課税世帯でございますが、パンツ型60枚または平型200枚相当券を毎月支給しております。介護保険料段階の4から5の段階は本人が非課税で世帯が課税世帯という方ですが、こちらの方はパンツ型30枚または平型100枚相当券を毎月支給しております。介護保険料段階6から8段階は本人課税でございます。パンツ型30枚または平型100枚相当。